ポップコーンのいい匂いする。こんにちは。ほのぼのニュースの時間です。本日複雑なのですが、撮影日4月5日、なんとほのぼの学校だったんですけども、のんのんが友達と卒業ディズニーに行ったというニュースが入ってきました。ほのぼのニュースです。ということで現場のほのぼのさんと中継がつながっています。現場のほのぼのさん、オッケー。ということで現地に向かっているほのぼのです。現在火災通過しました。現場に着き次第またご報告します。ランドなんですけども、のえのんさんは C にいるみたいなので C の駐車場に入れます。また駐車場着きましたらご報告いたします。ありがとうございます。今ランドの前みたいですね。ほのぼのさん C 入るのでしょうか。どうなってますか、ほのぼのさん。ランドする。綺麗。ランドスルーして C の駐車場入るところで中継途切れたんですけども、ほのぼのさん、ほのぼのさん、速報です。本日のうのんさん人生初のタワベテラライドした模様です。後で直撃取材します。それではパーキング入っていきます。到着いたしました。どうやら到着したみたいです。のえのんさん人生初のタワーベテランに乗ったということで、直撃リポート楽しみです。あとなんかほのぼのさんアフターシックス入りたいって言ってましたけども、入らずにどうやって直撃取材するんでしょうね。ほのぼのさん、こんにちは。ということで現地に到着したんですけども、ここからは有料になりますのでほのぼの入れません。地球儀が綺麗ですね。入りたーい。ということでただいまの時刻7時20分なんですけども、どうやらのえのんさん一回 C 出てボンボヤージ行ったみたいなんですよ。ちょっと行ってみたいと思います。その前に突然にお店があるのでちょっと探しに行ってみたいと思います。どうやらほのぼのさんどのイクスピアリにいる可能性がということで、イクスピアリに向かうそうなんですけども、その前になんか横のショップ見るみたいなこと言ってましたけど、どういうことでしょうか。ちなみにもうイースター始まってるんですよ。見てください。2019年イースターのカチューシャになっております。イースターということで、ベイマックスが卵型としてスクイージになっております。それではボンボヤージで。ということで、なぜかショップのリポートしていただきました。イースター始まってる上にベイマックスのエッグ型スクイージがあったということで、そのことよりも早く行ってください。
からリゾートラインで移動したいと思います。子供向かいます。これも自動販売機によって何かファッション紹介してましたけど、まだ電車にも乗ってないみたいです。ほのぼのさん、ノイノンさんいるのでしょうか。やっと到着したみたいです。ほのぼのさん、リゾートラインのワンデーパス欲しがってました。エクスペアリに到着したほのぼのさん。ということでエクスペアリ着きました。ちょっとほのぼの今日可愛い格好なので振り返ってまーす。こちら潜入取材していきたいと思います。ほのぼのさん、なぜかプリクラ屋にいますけど、どういうことでしょうか。ほのぼのさん、ほのぼのさん、今からときめきルームやっていきたいと思います。ときめきルールは受付ブースから始めるの。この受付から始めるのですか。健康的なタタタン。まさかのプリクラを撮り始めるという事態。もうノヨノンさん探す気ないのでしょうか。早くボンボヤージ向かってください。ということでボンボヤージ着きました。それでは中に入っていきます。ノヨノンさんいるのでしょうか。それでは探していきます。実はほのぼの
パックでございます。ノエノにお土産何って言われたんで、トイストーリーのパック、あれ5000円ぐらいするんですけども、お金余ったら買っておいてなって感じで言うときました。そしたらかしこまりました、お嬢さん持って帰ってきました。なのでほのぼのお目当てのトイストーリーのパーカー、ノエノは買ってきてくれると信じております。ほのぼのちょっとランドの前まで行こうかなと思ってます。レッツゴー。ほのぼのさん、謎の発言してましたけど、ノエノを探しに来たんじゃなくて、トイストーリーのパーカーを探しに来たって言ってました？いや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 、ノエノさんに早く突撃リポートしてください。ということで、ニュース終了の時間が迫ってきました。次のニュースをお待ちください。またお会いしましょう。さようなら。アウトオブスクリーン。